はい、皆さんこんにちは、ファナムです。今日のファナムチャンネルは勉強会ということで、前回からですね、引き続き勉強しておりますこの三国遺事、韓国で三国遺作と言いますけども、テキストをですね読みながら、そして、進めていこうと思っています。今日のですね、テーマはこのエイマン朝鮮ですね。韓国でウィマン朝鮮と言いますけども、こちらのですね内容を読み上げながら、そして皆さんとですね、共有をしていきたいと思います。このファナムチャンネルは、このようにですね韓国や朝鮮の歴史や文化について、こういった内容を共有したりとかですね、それから解説をしたり、現地の歴史的な史跡もですね、配信をしておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。今日は少し長い内容になってしまうかもしれませんけども、最後までですね、見ていただければと思っております。それではですね、まずこのウィマン朝鮮ですね、エイマン朝鮮に関してですね、全体的にはこの、背景となっていることをちょっとですね説明しますと、朝鮮というと、どっちかというと、李氏朝鮮ですよね。そこに私たちが焦点を当てやすいんですけども、もともとはですね、こういった古代において朝鮮という名前が、中国の歴史書にですね、残されているぐらいですね、もともとこういった朝鮮という名前があったということをまず押さえていただいて、そしてこの朝鮮というのがですね、今まで私たちは少しちょっと、この触れましたけども、単軍朝鮮とかですね、でその後にもですねこの騎射朝鮮というのがあるわけですね。この騎射朝鮮というのが、実際にあったかどうかというのはまだ確かではないんですけども、この伝説上にはですね、騎射という人物がいて、そして、この国をですね、王として治めたというところで、かなりこういったこの聖なる人物、聖人ですね、そういった人物として描かれているわけですね。でこういったものがこの高麗時代においてもそうですし、それから朝鮮時代においてもそうですし、こういった騎射とかですね、前回のその単軍なんかもそうですけども、祀られるその対象になっていたというところであります。でこの騎射というのは、殷の時代の人であるんですけども、実際にですね、犯禁八条というですね、八条になるそういった、何か犯したらこういったことになってしまうというですね、法律みたいなものですよね、そういったものが、作られていたんだということとですね、それから、この騎射のですね、これは騎射という韓国語で読みますけども、騎射のこの到来説というですねものが、流布したというところで、もう一度ですねこういった聖人が現れるんだというような内容であります。実際にですね、この歴史書にですね残されているのはエイマン朝鮮なんですけども、このウィマン朝鮮ですね、ウィマンと言いますけども、こちらの遺事にはですね、この漢字を書いていますね。ですから義満とも読むとは思うんですけども、大体ですね、こういった歴史の解説なんか見るとですね、エイマンと書いていますね。でエイマンというのは人の名前なんですけども、この人物がこの燕というですね国にいたわけですね。遼寧地方というですね、ちょっと北朝鮮の北側にあるですね、海に面したところなんですけども、渤海というですね海に面したところなんですけども、そこにあった国の人物だったということなんですね。でこの当時なんですけども、紀元前のですね、大体3世紀から、2世紀ぐらいにかけての内容なんですけども、この当時ですね、秦が中国を統一するというところで、すぐに漢で前漢、そして後漢になって、漢のですね時代になっていくんですけど、その、間ですね、ですからとてもその激動のですね中において、ようやくこの何て言うんですかね、韓半島においてもこの人が何て言うんですかね、政権っていうんですかね、政権とは言わないですけども、国としての成り立ちが現れてくるというところで、この漢やです、漢ですね、特に漢とのその何て言うんですかね、駆け引きですね、そういったところがあるわけですね。でこれが史記というですね、司馬遷が書いた史記においてはですね、リアルにそれが書かれていると。どういうことかで言いますと、
このエイマンですね、エイマンが地上戦にですね渡って国を開いて、そして、まあ、関東ですね、この、まあ、戦争というんですかね、やり合うんですけども、もう本当にこの関東ですね、まあ対等にですねやりながら、もうずっとですねこの抵抗というんですかね、武力でまあ抵抗して、そして滅ぼされない、そのまあ期間ですね、ずっと耐えていくわけですよね。まあ、そういった内容を見るとですね、まあ、アンシソンというですね、まあ、英語に映画がありましたけども、まあ、これはちょっと時代が背景が違いますけども、そういった内容を彷彿するようなですね、まあ、本当にこの持ちこたえていく国をですね守るためにその持ちこたえるですね、諦めないでですね、そしてそうこの国をですね、まあ、最後まで、まあ、建国していくというようなところが見受けられます。とにかくですね、まあ、この円という国から来たというところで、まあ、亡命してですね、亡命をしていくんですけども、まあ、1000人をですね、まあ、連れていくと、まあ、1000人ですから、まあ、少ないような感じなんですけども、1000人のですね、まあ、なんていうんですか、部下っていうんですかね、まあ、そういった人いるぐらいの、まあ、なんてそういったこの人物だったということはまず言えると思うんですよね。そして、王力公ですね、アンロッカン、まあ、韓国でアンロッカンと言いますけど、この北朝鮮にあるですね、私もその、ペクト山というですね、山に行ったことがあります。でそこに、まあ、行くとですね、まあ、その境界線がですね、中国との境界線があるんですけども、まあ、ここを渡ると中国だということですね。それを渡ると、まあ、北朝鮮だというようなところなんですけども、まあ、そこにを渡って、そして、あるんですね、コロニーをですね、作ったというような内容があります。まあ、とにかくですね、この円からのその亡命者ということで、まあ、あるんですけども、まあ、このエイマン朝鮮、エイマンがですね、次のこの子孫、まあ、孫ですね、右京というところに移りながら、この国をですね、最後までこの、まあ、守り抜いていくというような流れが、まあ、この三国維持のですね、内容になっています。それではですね、まずこの読みながら、解説をしていきたいと思います。ちょっと長いので早めにですね、読んでいきます。はい。チョハンソー、チョソンジョネヌンターマガトゥンクリッタですね。前巻の朝鮮伝においては次のような話がありますと。チョン、ヨンナラテプト、イルチッチンボン、チョソン、アンサゴルン、中国時代へヨンナラが처음으로이탕구를침략해서차지했다고하였으므로침략해서얻고관리ルートを寄せる사왔다ですね。まあ、最初のこの四奈良がですね、円の国が時からですね、チンボンとか朝鮮というですね、まあ、これはその朝鮮半島の内容に、その地域ですね、そこをまあ侵略していたというところで管理を置いてですね、要塞をまあ作ったという書いてますね。チンナラが、ヨンナラに묘難しきご、ヨドンへ、ピョンバンへ注しきょったというんですね。まあ、ここはですね、真の国が、円をですね、先ほどの円の国ですね、滅ぼして、両党の、その、まあ、辺境にですね、所属させたということですね。まあ、ここでですね、円の国を、まあ、滅ぼしたというところでしょうね。で、ハンナラがイロナソウヌン、イタンイ、モロソウ、チキギ、オロプタウハヨ、ダシ、ヨドンへ、ヨセル、スチュカゴ、ペースへイルゲ、イルロ、キョンゲルサムコ、アンサゴルン、ペースが、ナラングネ、イッタウハヨッタ、ヨンナラへ、ソソクシキョッタ、というんですね。まあ、ここで、漢の国がですね、まあ、成立して、そして、まあ、ここの、土地っていうんですかね、そこがまあとても遠いので、もう一度ですね、この両党の国地域をですね、昔の要塞をこう、まあ、作りながら、まあ、排水というですね、書いてありますけども、まあ、ここにこの境界線を作ったっていうんですね、この排水というのは何かということなんです。ここがナットアンロッカンですね。アンロッカンですね。ここは王力港ですね。王力港に、この、
一つの境界線を作ったという内容ですね。まあ、この応力効かどうかというのはまだこのいろんなその説があるみたいですけども、まあ、とりあえずですね、応力効としてですね、考えていきたいと思います。で、4ならが1、のが2、はんならるべばなよ、ヒュンドロトラガジャ、4ならさらウィマーヌン、南明はよ、無理、イルチョンヨミングルモアソ、トンチョグルヨッセルパジョナタラナ、ベスルゴンのチンナラテエ、ヤッピンタンゲエ、イトンサンハ、ヨセエソサラタですね。だから、円の国の王様だった、その、ロカンという、少し漢字で書いてますけども、ロカンが、ハンナラ、カンの国を、まあ、裏切ってですね、で、このヒュンの、郷土というですね、まあ、これ騎馬民族ですね、郷土に、この、寝返り打ってですね、そして、その後ですね、このイーマン、エイマンがですね、その部下だったんですね。ですから彼が亡命したっていうんですね。一戦目を率いて東の方に流れてですね、先ほどのこの安禄間ですね、応力港を渡って、そしてこの死の時にですね、まあこの空き地、まあ空き地っていうんですかね、空いていた国に、まあ、入っていったと、ここに、まあ、要塞を作ったということですね。で、クヌチンボンチョソネオランケドルはヨンナラはチェナラエマンビョンザドルチョムザポクソシキゴワンギテヨワンコミワンコムですね、トーグルハヨッタっていうんですね。で、ここはどういうことかと言いますと、まあこういった新版とかですね、まあそういったその国々を治めながらですね、サイの国とかですね、そういった亡命者たちですね。で、この、まあ、解説にはですね、まあ、数万人のですね、亡命者がいたというんですね、そういった人たちをこう、まあ、土地を分け与えながら、そして、服属させながら、ワンコムというですね、まあ、これは解説にはですね、まあ、ピョンヤンあたりだったというふうに書いています。とりあえずですね、まあ、ピョンヤンというふうに考えていきましょう。で、軍で힘むろ、拠って있는작은읍들을침략하여、反復시키니、沈本が、임둔、林頓ですね、모두와서、복속되어、연역이수천리나되었다んですね。まあ、ここはですね、まあ、こういったその国々を、まあ、治めながらですね、新版とかですね、林頓というですね、そして、こう、国がどん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 、まあ、大きくなったという話ですね。ワンギル아들에게전하고、손자。ウゴアンサゴの存在イルミウゴラゴハヨヌデイルロチンボンがチングギソルオリョチョンザルペッコジャヘスナカロマがトンハジャモテツクですね。まあここはですね、次というかその孫ですね、ウキョウですね、漢語でウゴって書いてますけども、この人物が王様になった時に、まあここのカウントにこの南の方に秦国というのがあったというんですね。それから、まあ、新版という国がですね、まあ、国書を、この武帝ですね、この当時は漢の武帝だったと思うんですね、に、国書を渡そうとしたんだけども、これをですね、まあ、渡さないように、まあ、防いだと、まあ、いうことですね。で、ウォンボン。2년 BC 109년에한나라가솟발을시켜우고를다일렀으나근대전자의면류를받들지않았다んですね。そこでこの漢の国が솟파というですね、こちらの漢字書いていますけれども、昇華ですかね、送ってですね、まあ自分たちに服属しなさいと言ったんだけど従わなかったということですね。솟파가돌아가경계일로ベスへタダルジャーマブル式をチャギルベウガヌンチョソネチャンスチャンチャンスチャングルチルロチュギギハゴコペスルコンのヨセロドゥルダガマチネトラはボガヤタってですね。まあここはですね、要するに、ソッパが自分がその手柄を立てなくことができなかったので、この使いこの要するにこのウィマン朝鮮の使いを殺してですね、自分が手柄を立てたようにこう見せかけたっていうことですね。そして、ですね、
で、存者がそっぱる隠名하여여동의톰부도위로삼자조선은そっぱる운말하여그를습격하게죽였다というんですね。まあ、彼がその手柄を立てたので、その両党半島ですかねの地域を与えたんだけども、まあ、これに対して、ソッパはですね、ソッパっていうですね、この人をですね、まあ、なんていうんですかね、まあ、裏切られたというような形になったので、まあ、殺したということですね。で、チョンザルン、ヌソンチャン軍、ヤンボグル、ポネ、チェーナラルプット、パレロ、チュランハゲハに、軍사が5万名に었고、자장군순체는요동으로나와의거를지니의거는군대를일으켜호반지역을위지하여막았다というんですね。まあ、ここからがですね、いよいよその漢が起こったわけですね。軍隊を送るっていうですね、まあ、5万というですね、軍隊を、まあ、海から、そして陸地からっていうですね、送ったんですね。で、これはまあいろんな説があるんですけども、まあ、ちょうどですね、この今、朝鮮がですね、とても貿易、中継貿易をしたっていうんですね。ですから、それに利益をですね、まあ、どんどん儲けているので、それに、まあ、官がですね、とても、まあ、怒ってですね、そして軍隊を差し向けたっていう話もあります。ノソンチャン軍은、チェナラ軍사、7천명을거느리고、먼저완검성에도착하였다んですね。7000名をですね、率いて、そして、その、平壌にですね、城に着いたと。で、ウゴルン・ソングル・チキメンソ・ヌソネ・グンデが諸軍をするアラネゴ、チュクシー・ナガソ・ヌソヌル・チニ・ヌソヌン・ベアイオ・タラナッタですね。まあ、軍隊が小さい、まあ、そんなに多くないということですね、見て、そして、まあ、それを破ったっていうですね、まあ、話になりますね。で、ヌソン・チャン軍ヤンボ軍、軍サルイルッコ、山賊ルトマンハヨ、チャッピジャーナタンですね。まあ、逃げたっていうことですね。官のその部隊が逃げてしまったってですね。チャジャン軍ヌン、チョソネペース、ソッチョクンデル、チョスニャ、キョッパハジモッタヨッタですね。まあ、ここでもですね、軍隊が、まあ、この朝鮮のですね、なんていうんですかね、軍隊に、まあ、破ることができなかったと。존재는두중장군이윤리하지못하다고여겨이에위산을시켜군대의위원으로서가서의거를달려하였다는ですね。ですからここでもう一人ですね、A さんというですね、この神官を軍隊を送ってですね、行ったわけですね。의거는한복을정하고대자를보내말을바치기로하였다ってんですね。ですから、まあ、それに対してですね、右京がですね、もう、まあ、降伏しますと。降伏を要請して、テジャルポネマルパチギロがあったんですね。まあ、ここで、馬をですね、何か捧げようというところだったんですね。無理マンの名義、無義を가지고、まあ、ペスルコンノリをはるって、サジャウィサンは、자장군은순체는그들이편을일으키지나않을까의심하여대자에게이르기를이미항복하였으니마땅히무기를지니지말라고하였다ってんですね。まあ、ここで、まあ、もう本当にこの報復したように見せかけてるんではないかということで、とてもこの、まあ、疑心暗鬼になってですね、武器をですね、持たないようにと言ったっていうことなんですね。テジャド、サジャが자기를속일까의심하여마침내패스를건너지않고다시이끌어돌아갔다っていうんですね。まあ、ここでですね、この右京の使いがですね、自分たちをまた裏切るんではないかと、この官のですね、軍隊が裏切るんではないかということを思って、もう一回ですね、自分たちの国に帰ったっていうんですね。まあ、ちょっとこの辺がちょっと複雑ですけども、ウィサに、チョンザエゲポゴハイに、ウィサネルモッペヨッタっていうんですね。ですから、こういった状況をまあ報告したらですね、この、官の臣下がですね、まあ、軍隊のですね、将軍が、まあ、殺されたということですね。チャジャングヌン、ベースガエ軍デル、キョッパハゴ、チョンジナヨ、ソンアレエイルロ、クー、ソボクチョグル、ポイハヨッタですね。そして、また軍、将軍、その官のですね、将軍が、もう一度ですね、この攻撃に向かっていったわけですね。そして、この城を囲ったっていうですね、
ノソンチャングンドワソクンサルモワソンナンチョゲイソタ、そしてもう一つのです軍隊がですね、城の、まあ、南にですね、その陣を引いたんですね。ウゴがソングルクッケーチキにヨロタリテオドハンラクシルサを取ったんですね。ここは何かと言いますと、ウキョウがですね、本当にその粘ってですね、行ったので、何ヶ月もかかってもそのね、陥落しなかったということですね。チョンザルン、チョンジェンイオレットアン、キョルパニナジアンチャー、チョン、テナンテス、コンソンスル、シキョウ、カソ、チゲ、ハデ、ピョニエタラ、イル、チョリハドロ、ハヨッタ、ですね。ですから、この、まあ、官のですね、武帝が、ずっとですね、これなかなか結果が出ないので、イライラしてですね、そして、もう一人のこのコンソンスというですね、軍人を送って、そして、まあ、処理しなさいと言ったわけですね。コンソンスが土地かよ、ノソンチャングヌルムッコノコ、クエ、クンデルハッチョ、チャンジャン軍が함께、クッピー、チョソンヌルチョッタというですね、ですから、まあ、軍隊をまた集めてですね、合流して、そして、朝鮮を、まあ、攻撃したって言うんですね。朝鮮のチェサン、ノインは、ハヌン、イジェ、チェサン、サン、チャングン、ワインヒョッ、ビー、ソロ、モイハヨ、反復하고、ヘスナ、ワン、イルル、トゥッチ、アナッタって言うんですね。ここが面白いのはですね、この、ウキョウのですね、臣下たちがもう諦めましょうと、4人がですね、諦めま、もう降伏しましょうと言ったんだけども、王はですね、絶対諦めないでですね、そしてその、話を無視したっていうんですね。ハヌン、ワンヨッ、ノイルン、モードトマーヨ、ハンダレ、ハンボクヤスネで、ノイルン、キレソ、チュゴッタですね。まあ、この4人はですね、もう、その、降伏してですね、官に逃げたっていうんですね。ウォンボン三女に夜目、イゲイエ、チェサンサムン、サラムル、死去、ウゴワングル、チュギゲハゴ、ワソ、ヘンボゲスナ、ハンボゲスナ、ワンコンソミ、アジ、ハンラクテジャラスブロ、ウゴエテシン、ソンギガと、ペーバンハヤタンですね。まあ、ここが、まあ、この、このウキョウはですね、結局は死んでしまうんですね。ただ死んでしまうんだけども、城はまだですね、この、頑張って残ってるわけですね。粘っているわけですね。チャジャン軍のウゴエ、アデルチャンガ、ノイネアデル、チェル、シキョウ、クデレ、ペソン、ベクソングル、タイルロ、ソンギル、モリアグロ、チュギ、ハヨッタですね。で、ここで、このカンのですね、カンが、その、このウキョウの子供を今度は使ってですね、そして、もう降伏しなさいというようなことで、まあ、密使を送ったっていうんですね。そして、まあ、殺したっていうんですけども、まあ、ここでようやくですね、まあ、80年にわたるですね、この、今、朝鮮がですね、まあ、滅んでいったというような話ですね。まあ、その後ですね、朝鮮ヌル、ピョンジョンハゴ、チンボン、インドゥン、ナルラン、ヒョントエ、サーグヌル、サマット。これは、4軍というですね、朝鮮にこの軍を置く、まあ、そういった話になっていくわけなんですね。まあ、こういったところからするとですね、まあ、本当にこの粘りに粘ってですね、そして、まあ、この国をですね、守っていったっていう話になっていくんですけども、まあ、これはこの中国側からのですね、見解なので、まあ、それだとしてもですね、まあ、大きなこの、なんていうんですかね、粘りに粘ったというところを、まあ、話をしているということはですね、まあ、かなりのですね、防衛っていうんですかね、城を守っていったというところが考えられると思うんですね。で、この古代朝鮮ですね、この井上秀夫さんのですね、話によるとですね、まあ、こちら、このような根強い民衆の反抗があったためかというふうなことも書いていますね。まあ、どうしてですね、官軍とですね、長期にわたって戦えたのかというところを、まあ、ですね、話していますし、まあ、ある本によればですね、まあ、鉄器文化がですね、ここにおいてですね、発展していったがゆえにですね、それによるですね、まあ、なんていうんですかね、戦いのその武器があったというような話もありますね。まあ、それからですね、この円の国というのはとてもこの貿易に長けていたので、まあ、その貿易によるその利益をですね、たくさんあったがゆえにですね、まあ、力強いそういった基盤があったというような話もあります。はい。まあ、とにかくですね、まあ、こういったこの古代においてですね、エイマン朝鮮というですね、まあ、朝鮮があって、そして、まあ、関東ですね、対等に、まあ、対等というんですかね、まあ、戦いを行ったという話はですね、まあ、とてもまあ面白いですね、話になるかというふうに思いますし、まあ、そうですね、どうしてこういった
この朝鮮というですね、国が、まあ、成り立ちがですね出てきたかというそのまあ初めのですね段階においてですね、まあ、こういったこの永満朝鮮というですね、まあ、朝鮮があったということをですね理解すると、また次のですね三国時代とかですね、まあ、高句麗とかですね、そういった話が面白いかというふうに思います。今日はですね三国一のですね、まあ、勉強会ということでお送りしました。まあ、皆さんもですね何か補足する説明があればですね、まあ、コメント欄に、お願いしたいと思います。長い間ですね、視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。